遅れたんでそこから走り始めました。すいません、お待たせしました。あんなかいつしかめつらしてわーって打席入ってこうやってそのまま打っていくっていう、こいつ一人4番アイアン持って違います、古田さん2番アイアン、2番アイアン、いやいやいや前田さんですか、前田さんの伝説ですよ、何かな、何もないですよ、前田さん、ね、いやたくさんあるでしょう、いや僕が空振りをしてファールになって古さんが人差し指で骨折したっていう伝説があります確かに俺の骨折お前はすいませんでしたあの時は俺は技術前田さんはあの例えばないでしょ、ゲームやってる時とかね、はい、現役中ですよ、はい、すごいいつもしかめっ面ですごい顔してやってるじゃないですか、いやもうね、まあ、まずそもそもね、あのユニフォーム脱いでこんなに喋るって誰も思わない、いや本当今日僕初対面だったんですけどどこの若手芸人が来たのかなと思ってですから、ね、わーって歩いてきて、あそこまではゆっくり来たんですけど、見えるとこからは走ってきましたすいません、遅くなりました、今そこから走り始めました、すいません、すいません遅れたんでそこから走り始めました、すいません、お待たせしました、すいません、すいません、めっちゃ若手みたい、すいません、カットボールチャンネルどうも、すいません、すいません、もうカットボールチャンネルが曲がらないんですよ、カットボール動かないんですいません、だから本当にね、あの試合中ね試合中も普通僕で言うと僕年齢が6つ上なのかな、6つ上なんですけど、もう何にも喋らないですからね、あんなかいつしかめっ面してわーって打席入ってこうやってそのまま打っていくっていう、普通の選手って一応こんにちはとか挨拶ぐらいするやつありますよね、一切しないですからね、それなんでなんですかね、なんか考えることが、それたまにやってました、たまにだいぶ晩年になってからだよね、すっごい顔してずっと打って打ってで解説者席で一緒になってめっちゃ喋るっていういや あとねオールスター、あとでオールスターでは喋る、オールスターで自分の味方の若手めちゃやじるオールスターで自分の味方の若手めちゃやじるやじりますね味方だとこうなんかホッとするんですけどやじるんですよね、やっぱり自分とこの若い年下でも年下の若いピッチャーがなんか投げててちょっとストライク入らなかったです、はい、でオールスターでね、はい、オールスターでしたらすごい自分の味方の若手をすごいやじるどこ投げてんだとか言ってずっと一球一球ずっとやじってたこれはみんな全員引いてたからねあの時、いやどうですか、しゃべんねんね、印象にないですもんね、話す、まあ、でもそれぐらいからですね、どんどんあの味方をやじり始めたのあのだんだん年を取っていってすることがないんですよ、こう代打とかなっていけばでも味方やじって川上さんは前田、前田さんです、もう、いやあのもういいのよ次もういやそう本当に前田さんはもう対決してても本当にどうなんですかね、まあ真剣に真剣に向かってこられるとどうにもならないんですよ、で僕らの作戦としては試合前のミーティングはあのまあちょっと呼びつけになっちゃうんですけど、前田は足元に投げてくるよ、投げろよと、お投げろよ、でその時のキャッチャーがサインを絶対出すからお前そこにボールでいいから投げろよと、絶対投げろよってインコース低めですね、一球投げるじゃないですか、そしたら前田さんがちょっともう時間かけるんですよ、その後すっごいなんかお前投げやがってみたいな感じになって、もう一回うちのキャッチャーもいやらしいというか、しつこいキャッチャーだったんでもう一回来るんだけど、いやもう一回行ったら本当にマウンドに来られそうだなって言って、でちょっと甘くなったりするとやっぱりスコーンでもう持っていかれるんですよ、だからなんで言う通り投げないんだって言うけど、あの怖い表情を見たらっていう感じがあるのと、それとね、こう前さんファーストベース駆け抜けるじゃないですか、アウトで、でその後まああの名古屋ドームだったらサードのベンチに行くんですけど、まあだいたいマウンドの前を通っていくんですよ、おうおうおう、まあ、それいいかなすごい言われたくないやつですか、もう1年前からその話していいんじゃないそれ聞きたい聞きたい、まあ、それは僕アキレス腱をリング切ってたんで、ここへ投げられると僕はこうちょっとこう、そういうのが、ね、足腰が悪いんで、それでまたね、そういう、はい、そこ狙ってやっぱり、ね、勝負の人が厳しいですよね、はいはい、あのやっぱりそういう攻められ方をされる、まあ、それは承知だったんですよ、はいはい、承知だったんですけども、なるほど、まあ、しょうがないし勝負の立っている以上はということで、まあ、でも1球逆に儲かったボールだから儲かったわと思ってやってましたね、
はい、すごい。そでアウトになって大体フライ打って帰るときは1回、まあ、ゴロとか打って帰るじゃないですか、はい、名古屋ドームだとこうベンチの前通ると距離的には最短距離じゃないので、はい、打ってマウンドをショートカットする方が一番最短距離なんですよ。そうですね、ベンチまでは。そうしないとほら僕はそんなこうやって走ってるの出足が悪いんで、そうすると、そうすると次のほら川上さんも投げなきゃいけないんで、でこうマウンドをねわざと横切ってこんな野郎してこういう球投げやがってみたいな、いや、はい、そのオーラを出して危ねえなみたいなね、そのオーラが伝わってきます。横をねわざとこれぐらいに通るんですけどなんか、はい、かわしたいんですけど黙っていくんですよ。謙信さんあえてですね。あえてそれは、はい、その バットはなんで、バットは謙信さんはカットボールがねやっぱり威力がすごかったんで、いやいやいや、まあ、バットは折れてもいいバットを使ってました。もう絶対それはないと思う、そうなこれは本当なんですよ。いやいやで僕は自分の気に入ったもういい音があるじゃないですか、はい、で気に入ったバットは僕は試合で使わないんですよ。飾ってみとくんで気に入ったバットは飾ってみとくんで使わないんですよ。これは一番いいなって思ったもう顔と音と感触がいいやつはもう飾ってる。飾っとく。2番手3番手を練習で打って、あこれはイメージ通りだったなと思えばそれをゲームで使うんですけど、川上さんの時は折れるとショックなんで、はいはい、カットボールがガッとくるんで、はい、で折れてもいいその3番手4番手をでも悪くないやつなんですよ。僕がこう選んだやつなんで、いやいやいや、はい、折れてもいい、まあしょうがない、それでもお前がヒット1本くれるんなら謙信さんのカットボールをライト線に行ってくれみたいな。1個あったやつでも折れてね、あ折れたんですかやっぱり。でもいい仕事したお前って言ってそれはそのまま持って帰ってバットケース入れてロッカーに飾ってました。おいやよくやってくれたっていう、一番気に入って使ってないやつの横に、そう言っていただけで本当にそれだけでありがたいです、ね、だからね古田さんが Z を昔僕最初10年使ってたんですよ、はい、プロ入って古田さんのところにいいバットが行くのどこ来ないんですよ、いいバット逆やそういうもんなんですか。そういうもんなんですよ、うん、で古田さんには特 A っていうバットが行くんですよ、はい、で僕はまだ駆け出しだったんで、はい、実績が1年2年だったんでちょっと俺も古さんとか矢野さんとか同じぐらいのくださいよ。いや古さん矢野さんはさ ABCDEFG 型が多くて そっちに行くんだって言われて、特 A がそこに全部行くんで僕のとこには特 B ぐらいしか来ないですか。焼肉屋さんみたいですね、なんかね。ちょっとね、そうですよ、一番いいの言ってますから。でもで実績を3年4年5年って重ねていけば少しずついいバットが回ってくるんですよ、はい、で一番お気に入りはでも使わない、それがもう楽しみで、はい、使わないででそれを使わない置いてたんですけど、次月に10ダースとかね1ダース来るんですけど、はい、その中にまたいいバットがあれば、あこっちの方が先月来たよりも良かったら入れ替えて、それを飾ってたやつを下ろして、わやっぱり良かったよってなってこうまく回していくっていうね。あ多分分かると思うけど、これぐらいうるさいやつに一番行くんですよ、ね、担当だってあの人もうるさいから持っていかなってなるんですよ。僕らのところが全然来ないですよ。もういやいやいや、あの人も違っても、いちいちもうるさいからって、もう一番言ってたと思いますよ、ね、いちいちこんなことやられてもダメだからバットにはこだわったんですね。バットにうるさかったですね。でもちょっと大事にしてました、はい、ビニールを。高い方がやっぱいいんですか。例えばあこれなんか選び方っていうか、選び方ですか、まあまあ、まずはこうやって音をこうやって聞いて、まあ、音がいい基準よりも自分の基準とかボーンとかポーンとかポーンとかいう基準があるんですけど、はいはい、高い方がいいんですか。まあ、高い方がいいんですけど、それがいいバットと限らないです。打ってみすぎても、だからまずはあいい、まあまあ基準よりもいい音がするし、木目とか自分のこう持った時のこのロケーションっていうかね、これがあこれはいけそうだな。前田さんが試合中見るちょっと今の動き結構見ました、うん、なんか試合中ここ、ね、あのベンチでやってるの、はい、ベンチでやってるということどういうことですか。もうベンチはもうベンチに持っていってるってことはもういいバットって分かってるんですけど、はいはい、まあ、打った後にイメージではこの辺で打ってるはずなのになんでずれとんやっていう感じですね。あ芯の芯が、こんなとこで打っとんやみたいな。これなんですか。これなんですか。こう焦げた匂いがするじゃないですか、はい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 、そういうところがボールの、 あの皮のあれがついてる、こうやってもうそれを見るたびに担当者がヒヤヒヤするんですよ前田さんまだやってるって言って、担当者は僕がこうやってベンチに持っていったらあれはいいバットなんだなって見るだけですよ前田の伝説もういっぱいあって申し訳ないけど、いやいやもういっぱいいっぱい聞きたいです。あとね、
これ僕も彼にも何回も言ったことあるんだけど、ゴルフ大会っていうのがあったんですよ。だから、はいはい、ゴルフ大会、迷宮界のゴルフ大会って言って、野球の話でもないですよ。迷宮界の選手と野球現役の選手たちが混じって、はい、で、まあ、ゴルフ大会をするんですよね、うん、で、まあ、一緒にやるわけですよ。で、テレビですから一番ホール、はい、みんな全員映るわけです、テレビ、はい、そしたらみんなやっぱりこう僕ら若いじゃないですか、20代、まあ、若くて、はい、どこ行くか分かんないけど、まあ、一応ドライバー持ってバーン、うん、あー曲がったとか、まあ、それはそれでいいじゃないですか、はい、こいつ一人4番アイアン持って何刻んでるんですか、まっすぐ違います、古田さん2番アイアン2番アイアン、いやいやいや2番アイアン持ってるのもすごいけど、2番アイアン、2番アイアンもすごいけど、尾崎直光さんの上モデルが出た時の2番アイアンめちゃめちゃ細く付きで20代前半だよ、ええ、そうです20代前半でゴルフを始めた頃なんですよ、ゴルフのテレビ番組の第一話、テレビカメラこんなのでみんなが後ろに覚えてテレビの事情なんか知らないんですよ、その頃その頃は知りません、あいつアイアン持ってた、事情は知りません、も勇気いりますけど、ね、ニコリとも戦闘は何言っとんのよ、すぐ刑事すごいだもん、パチンと思うんだから、ね、でもうっすぐゴルフの初心者の人は分かると思うんですけど、はい、始めたばっかりなんでもう迷惑かけれない、はい、ドライバー曲がっていいとかそれは、ね、テレビ側の人間ですよ、僕はもうゴルフ、まあ、ちょっととりあえずあの辺に打っていかないと、もう絶対もうあっち行ったけどしたら邪魔になるから2番や結果的に一番難しいんですよ、クラブ的には、いやそうですよ、でもそれを言ったらなんかほっとしてこうある程度言ってたんです、ど真ん中行って、いいところに、でみんなだからナイスショットともちょっと言えない空気を作るみんなドライバー持ってるのに、その時に一つ勉強しました、あテレビというものの、テレビというものはそういうものなんだ、あ俺ら曲がっていいんだ、前田さん伝説が ですね、はい、すごい空気やったからね、ほんまにね、いや長嶋さんが T エリア、今で T エリア、 T グラウンドに来て見てたんですよ、はい、僕は24ぐらいだったんですよね、僕王さんと一緒に回ったんですよ、でもうもちろん緊張してるし、もう、はい、ドライバーなんか持ったらどこ行くか分かんないしっていうね、もうとんでもない話です、まだ2番アイアンの、はい、いやそれをクルさんがどこで見てたか未だ突っ込んでくるんで、もうこれ何回目の話ですよ、 あれはもうみんなの空気を効率化したから、いやいや前田すごいな、やっぱここでアイアン持てるかって言ってお前がパーンど真ん中いてもみんなシーンとしてたから、いやそれはもうあれですよ、プレーファースト、プレーファースト、プレーファースト、ね、ゴルフですからね、林の中あそこでこう行ってこうガサガサするともう王さん渡すわけにいかないでしょすごい言い訳がすごいす、ね、いや王さんと衣笠さんと僕と、おおすごいメンバー、やばかったですから、若い時にね。